Chapter 12. おい、お待たせ。まあ、まだあんのか。こんなに食えねえぞ。大丈夫ですって会長。食うのは若い俺らに任せてくれるや。私らはまだ全然いける。心配いらないよ。いただきます。さっきから食ってばっかで何も話せてねえじゃねえか。確かにうめえけどよ。じゃあ俺が議事進行しよっか。これが久米君、ブリーチジャパンの横浜支部長。次の総選挙でこの地区から立候補するって御仁だよ。青木亮がこの偉人帳を自分の色に染める手始めが彼ってわけだね。ここだけじゃねえ、全国でブリーチジャパンの支部長たちが出馬するんだろう。そうみたいだね。となりゃもはや日本中がなるようにしかならねえ。今青木知事の人気に対抗できる勢力はどこにもねえんだからな。ちなみに星野会長は久米は当選確実って読み？まあな、久米は絶大な青木人気の後ろ盾だけじゃなく、サポートも全力でやってもらえるだろうからな。やはり手がてえとこだろうな。ああ、しかも青木亮にとってここ偉人町は特別な意味を持つからな。かつて荻窪豊の王国だったこの町を取ってこそ、その後継者を名乗れるということは誰より理解しているはずだ。そうだな。たとえ日本中の他の地域で民事党が勝ったとしても、この偉人帳を取らねえと意味はねえ。どんな手を使ってでも勝ちに来るだろうな。そうだね。ああ、やっぱり納得いかねえな。ですよね。何がだ。だってそうでしょう。このままじゃやられっぱなしですよ。しかし、ほっといたら結局勝つのは若です。でもブリーチジャパンは近江連合を手足で使ってる限りなくブラックな連中ですよ。そんなのが偉そうにグレーゾーンの排除だとかヒーロー気取りで抜かしやがって、おまけにこのまま日本を牛耳るだなんて、そんなの納得いくわけねえでしょ。だが相手は政治家だぞ。さすがにその領域に手出しは。情けねえこと言うなよ。あんたたちは自分らなりのやり方でずっとこの町の弱いもん守ってきたんじゃねえのか。それ偽札作って偉人帳の均衡を保ってきたことはお世辞にも褒められることじゃねえよ。でもあんたらみんなこの町の世話になって、この町に恩があるって気持ちに嘘はねえんだろ。それに偽札の話だって最初に持ちかけてきたのは荻窪だ。でもここにいる誰一人として金儲けがしたくてその話に乗ったんじゃねえ。元はといえこの町で起こる抗争を止めるためだ。もしこのまま黙ってちゃ偉人さんの名が廃るってもんですよ。おい、ちょっと言い過ぎじゃねえか。調子に乗ると私も黙ってられないね。ちょっと待った。僕は春日君に同感だね。お前、俺らは確かにグレーゾーンの住人だよ。表立って自慢できる生き方もしてこなかった。でも自分の部下や家族を食わせるっていうプライドだけはあったよ。それについちゃ孫悲も同じじゃない。今ここで引くってことは自分らの過去を丸ごと否定することだよ。ちょ、
俺は半ピン竜マン全員の命をあんたに預けたんだぜ。このままじゃカッコつかねえだろ。It's not so much of an Ichin 3 anymore if Song Hui now controls like two of the gangs. わかった。ポチの会長、俺からも改めてお願いします。お知恵をお貸しください。ああ、わかったよ、まったく。ただご馳走するって言われてきたんだがな。すっかり乗せられちまった。ただほど高いものはないからね。よし、じゃあ行ってやりましょう。調子に乗ってる若造に一矢報いてやるか。でも手始めにどうするか。そうだね。目標を定めないと。そこはやっぱ決まってるでしょ。あ、何？若のメンツを潰すことさ。We're gonna wreck his reputation. この町の選挙で久米が落選すりゃいい。久米を落選させる？どうやって？いや、まだそこまではわかんねえですけど。でも、もしやれたらざまみろって感じですよね。簡単に言うんじゃねえよ。じゃあ襲って立候補できない体にでもするか？ならうちの暗殺部隊が殺す気かよ。抵抗されれば最悪の場合は。そういうのはダメ。それにそんなことしてもすぐ次の立候補者を立てるだけだよ。向こうは勝つまでやめる気はないでしょう。勝つまでやめないか。うん、それで。え？つまりこっちが普通に選挙で勝ち。We'll win the election ourselves. 久米より票を取れる候補者立てて思いっきり。Get Ichiban into politics. 若の花は明かせねえ。まあ筋は通っちゃいるが、久米より票を取れる人間と言われても。まあ相手は久米っていうより青木亮の人気が票の源泉だけどね。星野会長、誰か。He can't identify the goal, work towards it, but can't identify like the steps to actually get there. 今まで荻窪という存在が大きすぎたせいで、この町やまともな対抗馬が育たなかったからな。選挙の時はいつも形ばかりの対立候補がいただけだった。じゃあ、いっそ星野会長が出馬ってのはどうです？なんだと？だって地元じゃ顔も広いし貫禄もあるし。いくら維新庁でも極道が当選するわけねえ。当選したら下で世も末だ。確かに。誰ら探してみる。青木亮に勝てる候補者をな。お願いできますか。構わねえが、俺にだけ骨折らせるつもりじゃねえだろうな。はい。選挙ってのは金がかかるんだ。候補者見つけたとこでその金まで俺に出せってのか。先に言っとくけど、今うちに金の余裕はないよ。いかほどかかりますんで。全部出せとは言わない。3 million. Oh, that's nothing. If you've been keeping up with the business management minigame in this game like I have, 3 million is nothing. Between the streams I've been doing, I've typically been grinding anywhere between like 25 to 30 million and then spending it all on gear and upgrades and stuff.I need 3 million yen. Once I have the cash, I'll come back. What's up, phone? Oh? Mitsu.
Need to talk to you about Arakawa. What about Arakawa? Oi! Mate yo, Ichiban! Nan da yo, kyū ni Osaka ni kutte?荒川のおやさんには助けがいるんだ。この俺の助けがな。ミツから連絡があったんだよ。今、おやさんも蒼天堀に向かってるとこだ。蒼天堀？なんで大阪に？俺もまだ詳しく聞いたわけじゃねえよ。蒼天堀っつったら近江の総本山じゃねえか。お前向こうで素性知れたらやべえだろ。よく考えろよ。でも、助けがいるっておやさんが言ってんだ。で、そのおやさんが大阪に向かってんだよ。だから俺も行くんだ。考える必要なんかねえ。足立さん、こうなっちまったらこいつは止めらんねえだろ。わかってるよ、たく。でも一番よ、偉人町の方はどうすんだ。もうすぐ選挙だぞ。お前が青木亮に喧嘩売るって言うから、俺らも付き合って今まで金稼いできたんだぜ。わかってる。とりあえず供託金の300万は作れたよな。その金は俺がこれから清流会に預けに行くよ。Yeah, I raised the money. It's cool. 問題は残ったままです。まだ久米の対抗馬に立てられる人間が見つかってませんので。そいつは星野会長が何とかするって話だったろう。約束は守ってくれる人だ。こっちは金を用意して、あとは会長を信じようぜ。なるほど。では、道中お気をつけて。ほらイケメン、勝手に見送ろうとしてんじゃないっての。本当に行くの？だったらみんなで行こうよ。いいね。俺大阪にはまだ行ったことないんだよね。いや、悪いが蒼天堀行くのは俺だけだ。足立さんの言う通り、向こうは近江の本拠地、やべえ連中のど真ん中なんだからな。それにこれは俺の個人的な理由からだ。お前らを巻き込みたくねえ。そんなこと言うなよ。俺たち仲間だったはずだろ。仲間だから頼んでんだ。俺にもしものことがあったら、あとは頼むぜ。勝手なことばっか言いやがる。まあとにかくよ、せっかく貯めた300万きっちり星野会長に渡さねえとな。行ってくるぜ。Oh, I just realized. Ichiban's maximum MP goes over 200 now. That means I can do a certain something now. When you hit rank number 1 in the business management minigame, you unlock a special skill. A very powerful skill that requires like 200 magic points.So, I've had the ability forever, but I've never actually been able to use it because I was too low level. Alright, Mr. Hoshino. I have your money. ¥3 million. Hi! Yeah, we managed it somehow.I don't own the number one company in Ichincho or anything. There's just nobody else who could stand a chance politically against him. I have to skip town and go to a different map for a little bit. Where are you going? Osaka. Going to Sotenbori, the second most used map in this series, right behind Kamurocho. Well, that's rather sudden. Hi.
That's where I need to be. Captain of the Omi Alliance is getting out of prison. So he's higher ranked than Arakawa. Mm. Watase. Remember him from 5? It'll be the first time that Arakawa gets to meet Watase. Even Arakawa is pretty nervous about this. Just try not to get another bullet to the chest. Sure, it'll be different this time. No need to worry. Hontoni Oyajiva, Wazawaza Soten Borimade Demukanaki and Naranakatanoka. Eh, Watasewa, Wakagashira des. So she Arakawa no Oyajiva, Watase no Daiko no Tachiba. Watase to a Hemini Jo, Kao Tsukiawase de Aisats Tokuno Tozengado. Naruhodo.なら、なんで今回に限って事後報告なんだ。親父の動きは逐一報告しろと言ってたはずだ。申し訳ありません、若。私も先ほど知らされたもので。そうか。ま、あとは何が起きるか見ものだな。え、何が起きるかと申しますと。考えてみろ。渡瀬勝と荒川真澄。その二人が顔を合わせるんだ。ただ挨拶だけで終わるのか。そんなはずはない。親父は何か企んでるんだ。まさか何か企んでいるとは。オウミの会長は寝たきりのままだろ。容体が回復する見込みは薄いと聞いてる。ええ、その通りです。じゃあそろそろ後目の話もしなくちゃならん時期のはずだ。いえ、そこまで差し迫っちゃいないはずです。ですが確かに渡瀬の出生期に会長が正式に跡目を譲ると言い出す可能性はありますが。つまりそうなれば自動的に渡瀬が近江の会長に就任。そしてきっとその時代がしばらく続くことになる。でももし跡目の話が起きる前に渡瀬がいなくなると If 渡瀬 were to disappear 話は親父はそうなる前に渡瀬を消す気か。荒川の親父がまさかそこまでやるとは。そうかな。カムロ町産経作戦の時、俺は親父に登場会を売れと迫った。近江を引き込めと言った覚えはない。あれは親父が自分でやったことだ。しかし親父のやつうまいことやったもんだ。そう思わないか。ええ、親父のおかげでカムロ町から登場会が追い出され、産経作戦の成功が世に広まり、俺の顔も立った。でも登場会が消えたそのどさくさに自分は自分で近江を引き入れて、一躍登場会の参事から近江連合の大幹部へ昇進したんだ。ちゃっかりしてるよ。古臭い頭の切れない極道だとばかり思っていたが、正直あんなに変わり身がうまいとは思わなかった。つくづく権力ってのは魔物だよな。親父が渡瀬を消して近江を乗っ取ろうってのは俺にとって全然悪い話じゃない。身内が仕切る方が今後何かと都合もいい。ただ気になることもある。気になること。親父が渡瀬に会い挨拶だけで済ましたのならそれはそれだが、俺の読み通り渡瀬を消すつもりなら
俺に事前に連絡すべきだろう。それはもし事前に連絡もなく渡瀬を消し、消した後も報告もないようだったら、それは俺への裏切りだ。絶対に許さん。親父が若を裏切るなんてことは。いや、裏切りだ。ヤクザが力を震えるのはあくまで俺の監視下でだけだ。俺の立場はもはや産経作戦の時とは違うんだよ。表の世界の頂点に立とうという人間は、裏の世界の情報も細やかに把握しておく必要がある。そのポリシーを貫く上では、相手が実の親でも例外はない。必要なのは歴然とした上下関係だけだ。沢城、俺と親父、お前はどっちに忠誠を誓うんだ。 Pick a side, Sawashiro. Which Arakawa member? 親父から若のことを託された人間です。その命令は Would you side with? 何よりも若を If they were to go against each other. なら親父の動きは細かく監視して報告しろ。わかりました。大阪には天道を向かせます。奴は Arakawa の親父にも気に入られていますから。So Tenbori.天道の親分、いつお戻りやったんですか。今日の昼や。明日は頭の出所やさかいな。あれ、そうなんでっか。はっ、仇は知らんで、こっちゃ油売っとらんと、ちゃっちゃと仕事せ。いてまうぞ、これ。いや、やめてくださいよ。天道さんのパンチはシャレにならないっすわ。なんやと。な、なんでもありまへん。仕事ありますんで、ほなまた。The Grand. Ah, so long ago now was Majima the one managing this place. おっと、ボーイさん、これおかわりな。私も私も。よう、一番。スマホずっと見てたって、ミツって野郎がすぐ電話してくれるわけでもねえんだからよ。つまんねえ顔してねえで、ここは一つ楽しく飲もうぜ。うん、賛成。大阪って最高だね。だあ、もう、うるせえな。だから俺は一人で来るっつったのによ。春日さん、どちらへ。トイレ？全然飲んでないのにもう酔ったの？I'm gonna go wait for Mitsu to call. Someday, I want to be on that stage. Only Majima could do it. It's way too dangerous for you to just walk around.So Tenbori on your own. いつからの電話待ちってのが落ち着かねえ。あいつ、いつになったらかけてくんだ。向こうは花から忙しいっつってたんだろ。渡瀬の出所祝いとかで。まあな、近江の本部で宴会の準備だとか言ってたな。くったらねえ。こっちはおやすさんの件でそれどころじゃねえってのに、気持ち察しろってんだ。そもそも来るのは明日にしてくれって言われてんだろ。それを勇み足でフライングしといて文句言っちゃいけねえよ。ミツってやつもいい迷惑だろ。なんだよ、小獣とみてえに。でもよ、さっき店の中で小耳に挟んだんだが、荒川真澄が大阪に来てんの、結構話題になってるみてえだぜ。そうなのか。客同士で話してんのを聞いた。下手すりゃ荒川と渡瀬の間でドンパチ始まるんじゃねえかってな。もちろん文字通り噂話ってとこだけどな。There's a phone call. ちょっと待った。メールだ。Or text. ミツってやつからか。くそ、なんだこりゃ。どうした？ニック尾形からだ。念願のカムロップとツーショットだとよ。ナイス。あの野郎、こっちの気も知らねえで。はーい。
い一番、写真見てくれたかい？レアなんだよあれ。枯れ気まぐれで街のどこにいるかわかんないじゃない。だから見つけちゃった時はもうテンション上がっちゃって。もういい、分かったから。え、どうしたの？あのさ、悪いがこっちは取り込み中でよ、1日か2日ぐらい連絡は遠慮してもらうぜ。肉取り込み中？おお、ベリービジーね。でも、ワイ？とにかくよ、落ち着いたらこっちから連絡する。それまでカムロップとよろしくやってね。おお、ソーリーね。でもそんなに怒って。 What happened? じゃあな。カリカリしないでよ、ミスター一番。すまん。カズガよ、そんなにカリカリするくらいならさっさと本部に行っちまえよ。え？こんなとこで連絡待ちしてるなんてお前らしくねえぞ。それに、もし客の噂通りドンパチでも始まっちまったら荒川真澄の身も危ねえんじゃねえのか。おい足立さん。そうだな、よし、行っちゃうか。行っちまうか。行っちまえ行っちまえ。やれやれ、まったくこいつらは。なあ、Heading into the Omi Alliance HQ tomorrow. So definitely be ready for that. There's a big shopping center down by the river. Make preparations.Is this the shopping center? Hi. The robot is talking to me. That's just a Yappy-kun. Huh?A guide robot. A lot of mobile phone stores and supermarkets have been using them. Hey. That's wild. Yeah, guide us inside. Nanda. This does not look like a shopping center.What's up, Yappy? Why no shopping? This is the Sotenbori Battle Arena. Oh. Basically, you come in here, fight some tough enemies, get rewards for it. I think there are like 30 floors. There's some really good stuff in here.I'm gonna be making my way through it in between streams because I want some of the prizes that are in here. The battle arena. Conquering each of the many floors, one-time victory rewards, lots of good stuff.Hell yeah, Yappy. Yeah.
This could be the perfect opportunity to polish up some skills. I don't know, maybe I will engage in this a little bit. Well, I don't know. I am right about at like the 4 hour mark of this stream. わかった。 So, as soon as I'm ready, take a taxi to Omi HQ. Going to the Omi HQ. Mizuka, say you. It's not a hot taragachini suruki, correct? Sumasa, Ariki. Kochimo Nakanaka Hitori in Narenakata Monde. Ima Dogoninda, Ume.近江連合の本部施設です。先乗りしてきた幹部たちに食事の手配とかやらされてるとこで。出所祝いの前夜祭ってか。さっきからひっきりなしに出前が出入りしてんのが見えるよ。え、見えるって兄貴、じゃあもしかして今。おお、呼ばれる手間省いてやったぜ。 We decided to just show up now instead of when you told us to. すぐ目の前。 That's cool, right?Omi Alliance HQ. Nande kichatte ru ska? Mo Arakawa no oyasan mo naka ni iru n daro. Eh, imasu yo. Imasu kedo mo sukoshi matte kudasai. Te ga aitara ore no hou de kossori aeru ba o tehai shimasu kara. Sou iwarete mo nan jikan matasarete ru to omotte n da? Da kara.俺の連絡を待ってから横浜出てくれって言ったじゃないですか。言ってたような気もするな。気もするって俺はちゃんと言いましたよ。でも来ちまったもんはしょうがねえだろ。俺の気持ちも察しろ。 I wanted to show up now。 そこは離れてください。本部の連中にも兄貴の顔を知ってるもんがいるかもしれません。やばいですって。全然やばくねえよ。近江の連中がうろちょろしてるようには見えねえ。さっきから見えんのは出前のあんちゃんたちだけだ。なんならそいつらに紛れりゃスルッと入り込めそうじゃねえか。入り込むって本部の中にですか？冗談言わないでくださいよ。メズ、俺は親さんと早く会いてんだよ。カムロ町であの人に撃たれてから俺はずっとそればっか考えてたんだ。わかるだろう。もういい。おめえが止めても俺は行くぞ。ま、待ってくださいよ兄貴。おやさんは本部のどの辺にいるんだ。いや、だから。まだ教えねえつもりが。No. No plan survives contact with Ichiban. 人間から無理やり聞き出すだけだな。喧嘩になっちまいますよ。おお、おやさんが見つかるまで、片っ端から全員ぶちのめしてやる。Just march directly into the Omi HQ and punch as many people as necessary. 教えてくれりゃ、揉めねえように努力する。それ約束するぜ。本部の奥、竜の間って部屋にいます。竜の間だな。The Dragon Chamber, huh? いえ、客人と一緒です。3人ほど。分かった。ありがとな、ミツ。兄貴、マジでやるんすか？よし。おやさんの居場所が分かった。強引に聞きやがって。じゃあ行くか。待ってくれ。行くのは俺一人で。 The hell you do, Ichi. Take your party. なあ、みんな。俺、ここまで付き合ってくれただけでも感謝してんだ。今、ここで抜けてもらって、構わねえんだぜ。おいおい、今更何言ってんだよ。そんな水臭いこと言われると、なんか悲しいな。その通りだ。Oh, yeah. No, if you want Tojo territory, you're gonna have to deal with the fact that your HQ is gonna get trashed. This is like the main Omi HQ, though, in
Osaka. Like, right in their hometown. これでスムーズに侵入できればいいですね。みんな、ありがとうよ。おれーおれー奥や奥まっすぐ行って奥の駐車場に入れてくれ。それは控えっすな。場所わかるか。わからん。おい誰が案内したってや。ねえ、こっちやで。出前の人たち、足元を気ぃつけてな。ほんま、みんな腹すかしとるさかいな。出前を首なごうして待っとったんやで。あと何台止めれんねん。あ、誰か確認せや。おい、酒井はまだかいな。酒井が来とるんちゃうか。おやさんは奥にある竜の間ってとこだ。みんな怪しまれんなよ。Yeah, all that catering, it's just one guy with a box of pizza. You can't turn down the pizza. Alright. I'm pretty sure this is gonna be a stealth mission, if I remember correctly. I have to sneak my way into the dragon chamber. Hey, a sparkly. There's another one beyond...Probably don't want people like us just slipping in. Let's at least try not to get caught. Ah. No, one box of pizza is certainly not enough, but it's better than zero boxes of pizza. Oh god, no, I'm gonna get caught already.Don't think about the fact that I ran away from you the moment you started looking at me. It's fine. Where am I going? I kind of just started running as soon as that guy started looking at me. They've got such a large field of vision.Now I'm all spooked. I'm gonna take your bento, though. It is just the Soliton radar system. Go, go, God, don't go, don't go. Thankfully, my companions do not register with them. I'm not here. I'm not even here. Shut up. Don't worry about it. I'm stealing this, though. Ooh. Congo chainmail. Can anybody wear that?Okay. Nope. Everybody's gear is better than that. Or at least according to the auto-optimizing function. I'm not here. Don't worry about me. There's a guy over there, so maybe if I, like, slip in from this way. At least when this one's got their back turned.Turn around. You're not... Okay, there we go. Slip in this way. Steal that sparkly. Don't knock down the vase. Okay. As long as they don't hear it.
Might wait for this guard over here to do another pass through. Now that would be terribly obnoxious if your companions could get busted for you. Like, I am very glad that's not a thing. Slip past this guy. I'm not here. Which one? Down that way, past that guy, or go straight down here. Either way, I'm gonna have to go down this hallway. Looks like I can go this way. I'm probably missing some loot, but all my stuff's really good already, so whatever, I don't care. Is this the dragon chamber? Guess we'll find out. Those stairs. It has to be these stairs specifically.開けてみるか。やったぜ。Couple safes and briefcases. Oh, first aid kit. Thank you. 開けてみるか。開いたぜ。Okay, I made it. Knock past everybody. Oh, なんやお前。Except these guys. We're supposed to be here.竜の間やったらそこの階段上がったとこやけど、お前ら代行に呼ばれたんか。代行、荒川のおやさんっすよね。ええ、そうなんすよ。代行が呼んだなら誰か案内のもんをよこすはずや。なんで案内のもんはついとらんのや。いや、どうなんすかね。They're right behind me。お忙しいようですし、俺ら直接入っていいって言われたんですけど。そんなわけあらへん。よそもんが勝手にうろついてええ場所とちゃうで。誰に代行の部屋に入ってええって言われたんや。どこの組のなんちゅうやつや。いやー、誰だっけな。怪しい。おう、もじゃもじゃの。お前、名前は？俺は荒川組のもんです。名乗るほどの名前はありませんけど。Look, don't worry about it. 名前を言え。さっさと言え。カスガです。カスガ一。Here, this I'll give you my real name. ドリブしろよ。もう遅い。仕方ねえだろ。なんやめでたい名前やの。よく言われます。助かったってか。代行がカムロ町で売ったやつや。何しに来たんや、笑え。バレてんじゃんか。今ならこっちの方が人数が多い。やっちまうか。Gonna have to at this point. やる気か。中東や。おもろいやんけ。うちのメンバルは。ここにしてやる。私の番です。Alright, so I upgraded everybody's weapons quite a bit. Hopefully, I won't have any problems in here.俺の番だな。大丈夫。
さらに強くなれましたね。また強くなっちまったか。おい、隠すんだ。Stuff them in lockers or something. よし、これでいい。行こうぜ。Ah, shit, son. Ksemono! D.A.D.A.! Chutoko, ke? Oh, and it's even playing Receive You, nice. Mazui toko mirare chimatta yo dai. Yoo kita no? Ore wa taikutsu sugite ayauku shinu toko yatten. おかげで、やっと出番ちゅうわけや。やるぞ、カズガ。仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえと。仲間を呼ぶか。それやったら安心せえ。俺らにはそないな、みっともない真似はできん。そいつはいいね。助かるよ。みんなあんたらみたいだといいんだけどな。この貫禄、幹部クラスかな。なかなか人を見る目あるやないか。Yeah, these guys might be strong. なんかこいつら普通と違うぞ。わかってる。さすがは近江連合の総本山って感じ。ようやくその実感がありますね。エオ、眼帯のノリの良さげなあんた。なんや。昔、東条会に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ。Used to be a mad dog in the Tojo clan. まさか、あんたじゃねえよな。さあ、どうなんかの。もしあんたがそうだとしたら、それがなんで近江の本部にいるんだろうな。聞きたいことがあるんやったら力ずくで聞いてみや。ゴロマジマ。そないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか、マジマの兄弟。エンタイガサイジマ。アホ抜かせ兄弟。何年この日を楽しみにしてきたと思うとんねん。久しぶりの喧嘩や。さっきから体がうついてしゃあないわ。行くで、マジマゴロカキや。 Oh god, we're fighting them. Yeah, no. It's been a while since Majima's had a good fight. He didn't even get a boss fight in Yakuza 6. This is not my favorite version of Receive You, but it's okay. Take that, Majima.He was barely in 6 at all. It's very sad, and now he's doing his weird ass shadow clone thing. Cause that's just a thing he can do now, I guess. Oh god, he hits so hard. Like, this fight is definitely one of those, difficulty spike moments. With good reason, but man.
Oh god. He's even got his like weird Beyblade thing too. Stop being paralyzed. There you go. Can I please attack again already? Oh my god. No, he never got to say goodbye to Kiryu. Really hoping this does some serious damage. Darts, airstrike, just hit everybody. Thank you for dodging that. Debating. Don't think I should yet. Oh, fuck. I hit the targeted the wrong enemy. I like this move. There, got rid of his one of his shadow clones. I'm pretty sure he can just make more though. Heal yourself, Sayako. Throwing darts. I'm hoping I can get rid of the last shadow clone this way. Yes. Please don't make more. And Saichima's joining the fight. Oh god. I hear you. If there were ever a time for the orbital laser, let's go ahead and do it.
I was saving this for when Saejima joined in. Okay. Give me poison shot. Let's poison Saejima, please. The status didn't go off. Fuck. Eat some sushi, Sayako. Oh, oh my god. That's a good question. Can I summon people on Postmates in here? Or Poundmates? It's very different from Postmates. Please stop doing that. Oh, no, no, no. Don't hit Ichi. If he goes down, then I lose automatically. See, he's the only one who can use Poundmates, so... Entire party, I want to heal Ichi, because I don't want to fuck with him being on low health during this fight with how hard Saejima hits. Can I summon... I could summon Nancy. Yeah, let's do that. Costs a little bit of money after the first time, but that's okay. Nancy-chan. Please get up, Sayako. Oh my god. I'm gonna try poisoning Saejima again. Yes! I got the status that time. I'm so paranoid about, like, Saejima injuring Ichi. Because he hits so hard. I feel like I'm gonna burn through, like, everything I've got for this fight. Yeah, just be poisoned, Saejima. Oh, thank you for dodging that. Oh no. Oh god, no. Stop blocking. Don't hurt Ichiban, please. Wow, 1,000 damage.
Awesome. I'm seriously just going to try to keep him at full health. You never know. Holy fuck, man. No, 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 no. Wait, wait, wait. Okay, let's heal the entire stamina royale. Damn it. Thankfully, you know, the poison is gonna keep doing its thing. It's not gonna last forever, but like, it is doing some damage against Saejima each turn. Stop blocking, you jerk. I'm so fucking scared right now. Here, use this. Heal everybody. See, can I finish off Majima? Yeah, he's still got a little bit of health left. There we go. Thank you. Okay, now just Saejima, who is still poisoned. But hey, at least I only have one enemy to worry about. Yes! God, that's a hard fight. ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけや。Please no more。遠慮してくれてたってのみんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。そこまでだ。
喧嘩の続きは明日まで取っといてくれねえか、イジ。へ。おい、もしかしてあいつが。ああ、荒川だ。おやっさん。イジ、こちらは東条会六代目堂島会長だ。And Daigo。Daigo Dojima。東条会の六代目。六代目。They were still on the third chairman before you went to prison, Ichi. There's been a couple more. 東条会荒川組。春日一番。The third one got assassinated. The fourth one was only chairman for like a minute. The fifth one was, well, that was a whole thing. And now we're up to Daigo. Nah, yeah. Yappari mikata yatten ka. Ooki ni na, roku daime. Okage de kono kenka, fukanzen ninshyou ye. Dagara, honban wa asu da tte itta de shou.マジバのおじき。もう少し人の話を聞いていただかないと。Yeah, five only lasted about a year-ish. おい、どうした？二人とも。またやるつもりなのか？ I really don't want to keep fighting you guys. Please. 大丈夫だ。俺も。一応打ったら死ねよ。 Oh, that's nice. どうだかな。だったら俺らに信じさせてくれ。ああ、言葉を尽くさせてもらう。みんな入ってくれ、竜の間に。続きは今度やな、春日一番。Please no。This chamber only admits people who are like a dragon. 座ってくれ、イチ。よかったら、そちらの皆さんも。それじゃ、失礼します。Like, it was cool getting to see Saejima and Majima, like, get to fight alongside each other.Since they only fought against each other in 4 and 5. But I had to be on the receiving end of it. I don't care for that part. Kamuro Chou no Sankei Sakusen te Waka ga hajimeta Jouka Sakusen. I do miss Saejima with hair. Omae mo shitteru daro ga. Are ga seikou shita kage ni wa Toujou Kai no naibu jouhou ga atta.知事になったマサトにこの情報を漏らしていたって噂は聞いてるだろう。情報を漏らしていたのはこの俺だ。六代目が何も言わねえとこ見ると何か裏があるんですよね。あるんでしょ。六代目。おい、イジ。いいんだ。俺からきちんと話す。荒川の親分は東条会を裏切ったわけじゃない。東条会の内部情報を漏らしたのは俺の了解を取った上でだった。俺が頼んで荒川さんには欲深い非情な裏切り者を演じてもらったんだ。そしてそれが結果的にお前を銃で撃たせることにもなってしまった。Sorry about that, by the way. 荒川の親分を責めるんじゃない。
説明はそれで終わりじゃないですよね。そこまで言ってくれたってことは全部話してもらえると思っていいんですね、六代目。ここまで押しかけてこられちゃもう逃げられないからな。いいですよね、荒川さん。来た甲斐があったな、一番よ。ことの始まりは、マサトが青木亮として都知事にまでなった時だった。あいつはカモロ町産経作戦で東条会を潰すための内部情報を荒川組によこすように言ってきた。もし断れば暴対法をどうにでも使って組が潰れるまで何度でも俺を逮捕させると脅しをかけてな。若が、おやっさんにそんなこと。ああ、そして俺が困っていたところに沢城が提案してきた。マサトの要求を飲むことで荒川組の存続に目こぼししてもらう取引をすべきとな。マサトに従えば組を追い込むような真似まではしないはずだと。ふん、沢城はマサトを俺よりも甘やかしちまうところがある。だが俺は即断しなかった。いや、できなかった。筋の通った話じゃねえからな。だからマサトから頼まれた話をありのまま六代目のお耳に入れることにした。もし俺がマサトの頼みを断ったとして、マサトはおそらく他の組に同じ脅しをかける。そしていずれは東条会の他の誰かが組織を裏切るはずだ。そいつを見過ごす気にはなれなかった。それにこちらの会長はマサトとは世代も近い。若い人間の考えることは若い人間に相談するのが正しいんじゃねえかって考えたんだ。実の親子の縁ってのは抜きにしてな。六代目もジジイ殺しやな。 OK、 そのジジイの中にはお前も入っとるで、兄弟。もし登場会の情報を引き渡さなければ、荒川さんは何らかの難癖を。 I mean, Majima is like in his mid-50s at this point. It's amazing that he's still as agile as he is, bouncing off walls and shit. 政治家や警察の一部官僚が都合のいいように暴対法を使って極道を好きに動かせるのが現状なら、今の極道のあり方には何の価値もない。いずれ大門を掲げることはむしろ連中の奴隷であることの証ってことになる。東条会の大門が奴隷の証。Yeah, Majima can never age. だが今の流れが行き着く先はそこだ。そして実際にそうやって刑務所に送られていた男がいたな。警察の嫌がらせに逆らった下っ端組員の使用者責任を問われて刑務所に行った男、それが近江連合若頭渡瀬勝。日本最大の極道組織を動かす事実上のトップだよ。明日出所し次第この近江連合本部へやってくる。その時を迎えるために今まで俺たちは姿を消してきた。渡瀬の出所を待ってたって、何をする気なんですか、あんたらは。まさか渡瀬ってのを襲うとでも言うのか。そんなことをして何になる。はい、確かに。じゃあ何を。日本の二大極道組織近江連合と東条会を解散させる。その届けを出すと渡瀬に宣言してもらう。はあ、解散宣言。 Get rid of both of them. 近江と東条会が。渡瀬も俺と同じ考えを持っている。無所の中で心変わりさえしてなきゃな。解散って、そんな真似されたら現役の極道が黙ってねえんじゃん。ああ、明日はここで何が起きるか誰にもはっきりした予想は立ちゃしねえ。だから一人でも多くの味方がいるんだよ。それも絶対に信用できる味方がな。ミスがそう言ってなかったか、一番。あ、
ど。昨夜はそれでおやっさんと話ができたってわけですか。たくもう、俺が手回すの待ってくれりゃスムーズにいったのに。俺の性格は知ってんだろう。待たせたおめえが悪いんだ。真島さんや西島さんとやり合っちまうなんて。話聞いた時はもう生きた心地がしませんでしたよ、俺。That's a really hard fight. 失礼はなかったでしょうね。うるせえな。余計なお世話ない。おめえには関係ねえだろ。まあ、とにかく、今日はこれから渡瀬の頭が出所して本部に来ます。おやっさんも、登場会のあの人たちも。この日のために長いこと耐え忍んできました。あとはもう手はず通りに動くだけなんで。手はず通りにか。これからやることがおやっさんの信じる正解だって言うんだな。俺もそいつについてくぜ。兄貴、今日これから起きることにおやっさんも命がけでやってきたんです。そして俺たちには今一人でも多くの味方が必要です。兄貴、本当に力を貸してもらえますか。まだそんなこと言ってんのか。もう俺の腹は決まってる。偉人町の仲間たちもやる気満々だ。どうせここまで来たんだら、しっかり祭りに参加するってな。そこまで乗り気で言ったわけじゃねえけど、一番が言うなら俺らも付き合うだけさ。じゃあ準備ができたらタクシーで本部にお越しください。Just taxi back to HQ. 俺が電解しますんで中にはすんなり入れます。When you're ready. それじゃあまた後ほど。おい。Treat tomorrow like it'll be our last. Sure you're ready?Majima can be called on pound mates now, and so can Saijima. Hell yeah, I'm gonna make good use of that. Doesn't Majima have more important things to do right now since we're just kind of like in the thick of it? Yeah. Probably. But how can he turn down a good fight? Alright, back to the Omi HQ. It's Tendo. Tendo, da. The boxer. I saw him somewhere. We did see him before. Gochagocha no kasu na. Donai datteru ye. Nande odore ga koko ni oru? Donai shite haikomi yotta? Tendo. Soichira toshite yatte kure. Ore no kyaku da. Kyaku? Dekka.せやけど大工、確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね。今日は頭の出所祝いに時刻から駆けつけてくれたんだ。ほう、そいつは感心でさ。ほな、もしこいつが何か問題を起こした場合はあんたがきっちりケツ持ってくれるっちゅうわけですな。受け合うよ。It'll be fine. 今日は何が起きるんや？楽しみにさせてもらうで。期待していいぜ。何しろ近江連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。何？偉人町でしたこと。今度はあんたらがされる側だぜ。
思い出した。あれは元スーパーヘビー級のボクサーだ。挑戦者からの八百長に乗って結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だ。おお、あったな、そんな事件。あいつがそうだったのか。Watase! Haven't seen you since Yakuza 5, buddy. Kashira! Yoku o modori de! Otsukaresama deshita!Watase. いいか、カムロ町に送り込まれた近江連合の幹部は全体の約半数。蒼天堀に残ったいわゆる由緒正しい幹部たちは全員本部のホールに渡瀬の出所を祝いに来る。その時渡瀬は懐に書状を用意しているはずだ。わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世記には敵対する組織との抗争も引き起こし多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く誠に申し訳ございませんでした。つきましては現会長および組若頭渡瀬勝の連名により本日をもって関西近江連合を解散いたします。嘘やろ。大阪府警本部長殿。どれどれになってますよ。The Tojo and the Omi are both gone, just like that. Tojo Kai 六代目堂島大吾だ。登場会？なんでそんなんがここに。登場会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。ミツがそう言ってなかったが、一番思い出したが。ええ、でもまさか登場会と近江連合の同時解散なんて。ああ、もちろん。それがトップの決断だとしても組員の多くが反対する。結局頭がすげ替えられただけで新たな鳩目争いのドンパチが起きることにもなりかねねえ。だから根回しする時間が必要だった。根回しってそんなの誰がどうやってやるんです。それを六代目が絵を描いてくださったんだ。正確には俺と渡瀬がな。渡瀬も俺と同じく極道の未来に憂いと疑問を持っていた者同士だ。そして同時解散という結論を互いに出した時、問題となったのは日本最大の極道組織近江連合をどうやって穏便に解散させるか。いや、was shooting Ichiban really like a necessary part of the plan? This couldn't have been done without that. しかもカムロ町参詣作戦と前後して大阪では渡瀬が刑務所に入ることになり。I mean, it's crazy that the Tojo and the Omi are both just gone now. I'm really curious about like where they're gonna go with 8. そして考えたことは、
now that the two biggest factions of the franchise are dissolved. But, you know, didn't have to shoot me. Would have appreciated skipping that part. I could have just gone to a Jincho. なるほど。そして俺が6代目に頼まれた2つ目とは欲深く非常な登場会の裏切り者という立場を死んでも演じ続けること。そして途上会が消えたカムロ町に近江の連中を引き込むことだった。荒川さんは見事に蒼天堀で巨大になりすぎた近江連合の力を半減させることをやってのけた。そのおかげで今この蒼天堀にいるのはカムロ町に半数以上の兵隊を持っていかれた近江連合ってことだ。じゃあおやさんの狙いはまさに今この状況を作るため。そして期限も間に合わせてくれた。渡瀬の出所日、同時解散宣言の日に。どれ渡瀬、この裏切り者が。Yeah, Saishima, hurt somebody who isn't me. Thank you.今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になるのは誰なんや。やっぱ登場会伝説の幹部は一味ちげえな。感心してる場合かよ。こいつらが全員近江の幹部か。カムロ町に半分行かせてもこんなにいるんじゃねえかよ。そんな嬉しそうな声あげんなって。嬉しかねえよ。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、俺らも極道やったら力ずくで止めてみる。なるほど、そういうことやったんですが、荒川は天道来ないな。喧嘩一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな。おもろないわな。お前も裏切るんか天道。味方になると頼もしいね。 Not how I expected that to go down, but だから俺らまで追い出されたんだろう。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。いや、I was not expecting that either. くそ、血がたぎるってもんじゃねえか。I'm kind of very curious to see what happens if I orbital laser against all these fools.But it's not Ichi's turn. So instead, I'll divine shot them. Take this, all of you. I'm skipping the cutscene for it this time. We've seen it. Have some darts. Can I see what Majima looks like in the Poundmates against this poor jerk?Alright, Majima,
Come on and help me. Yeah, really. There's more to beat up if I join you. Oh my god. Demon fire rain. Huh, that was the Yakuza 4 version of Receive You that played during that. That's pretty cool. No, Majima would totally do that. I don't know why I bothered putting myself on that side of the screen. The fight's over. Who is this nameless stranger? Eyes fall. Yeah. Eyes out. Kiryu-chan, he's here. Man, hearing a lot of different versions of Receive You in this game. We gotta show off for Kiryu. No, he doesn't know who Kiryu is. I mean, like, Yakuza 0 and part of 1 happened by the time Ichi went to prison. Poison powder, huh? Ichi has an excuse, but... Yeah, Wata... Yeah, no, Wata say they met, they fought each other. All of that happened in 5. I'll finish off this guy. Majima is just like, yep, knew it, of course you're still alive. This is all...
やったぜ。じゃあな、カスガ、一つ借りとくぜ。よう、イチ。大家さん、すみません、体のやつが言うこと聞かなくて。寝たままで構わねえよ。お前のおかげだ、イチ。お前が仲間連れてきてくれなきゃ危ねえとこだった。いえ、仲間のおかげっすよ。そうか、いい仲間を持ったな。うん、いいことだ。おやさん、今まで本当によく生きててくれたな。You could have made it easier on me. The whole shooting me thing. おやさん。Omi Alliance announces dissolution. Oi, oi, mate yo. Nan da sore? Anta ga 6代目をずっとかくまってたって? Yes, ne. Sakki kara so itte ru. Okay? Itte ru imi ga wakan ne yo.必要以上に金があるといろんな方面につてができるもんでね。六代目の大吾くんとは親しくさせてもらってたってわけ。Nick, you were hiding Daigo, you rascal. カムロ町三景作戦の時に助けがいるって頭下げられちゃってね。じゃあ、真島さんや西島さんも？もちろん。伝説の極道たちっつっても案外気さくなもんだったよ。俺んとこにいる間はさ。ところがそんな彼らを奇遇にも別口で会った一番が助けることになるなんてね。助けるなんて、俺らは大したことしてねえって。まあ、おやさんたちに胸借りて無我夢中で喧嘩を楽しませてもらってただけだ。一世一代の喧嘩をな。おお、一番くんはおやさん大好きだよね。おお、今日は二人で会うんだ。デートってとこだね。今度その話を聞かせてね。ああ、たっぷりのろけてやるから覚悟しとけ。Can we finally have that Peking duck? It has eluded me for so long.そっちが先約だったのに悪いな、イチ。星野会長とはもう40年ぶりだよ。そんなのから誘われちゃ断れねえからな。いや、だからもういいですって。相手が平安楼の北京ダックじゃ俺に勝ち目はねえし、そもそも俺なんかがおやっさん飯に誘うのが身の程をわきまえてなかったっつうか。バカ野郎、俺はこの年で何の肩書きもなくなったただのジジイだぜ。飯食う相手に身の程もクソもね。近江連合の解散届が出されて、蘇天堀は落ち着いているんですか？まだみんな戸惑っとるみてえだな。近江の区民たちも魔人の肩書きの皆さんも、100年続いてたもんが急になくなっちまったんだ。それも当然だろ。近江の跳ねっ返りが暴れたりは、
あってもたかが知れてるだろうな。解散届を、あれだけの大人数で止められなかった。言い方は悪いが、奴らのメンツは今回の一件で丸潰れ。そんなのが今さら騒ぎ立てたところで、恥の上塗りだ。そこまで見越しての計画だったんですか。いややれることをやった結果ってだけの話だ。先を見越すだなんだってそんな余裕俺にはなかった。ところがそんな風には見えねえから、おやさんは役者なんすよね。蒼天堀の一件でマサトは怒ってるだろうな。怒り狂ってるはずだ。何の相談もなく、あいつが後ろ盾にしていた近江連合を解散させたんだからな。あいつの癇癪だけは俺も昔から弱らされたもんだ。はあ、いくつになってもそういうもんは変われねえもんなのかね。親子ですからね。だがそうのんきなことも言ってられねえ。え？六代目は私はあいつが都知事になる前からヤクザ組織の解体を考えてた。むしろマサトが俺に登場会を売るように迫ったことでその計画が早まったって見方もある。マサトは自分の権力が膨れ上がる味を知っちまった。いい加減それがでかくなりすぎる前に止めてやらねえと、あいつは身を滅ぼす。きっと手にしたもの全てを失ってしまう。そんなあいつの姿を俺は見たくねえ。さあそろそろ行くか。おやさん。ん？さっき何の肩書きもなくなったって言ってましたよね。じゃあこの先おやさんはどうする気なんですか。 What are you gonna do now that both Yakuza factions are gone? 6代目は私たちは組織を解体した後やっぱり極道でいることしかできねえって人間が山ほど出ると思ってる。実際にはそうだ。そういう行き場のない奴らのためにいずれ何かしら合法的な受け皿を作りたいと言ってた。その時期が来たら俺もそれを手伝ってみたい。なるほど。じゃあ体は空いてるんですね。なあ何して時間潰していいか分からねえ。定年迎えたサラリーマンってなこういう気持ちなのかね。ならこれからまた俺をおやっさんの子分にしてくれますか。ひし、おめえ、俺はおやっさんの子分でいる自分が一番好きなんですよ。16の年に命助けてもらって以来ずっとです。俺はお前をマサトの代わりに無所に生かしたんだぜ。18年もだ。組のためだと嘘までついて。でも納得して入ったんですから。その上出所してきたお前を、あ、へい、カロパロ、俺は銃で撃った。でも助かると見込んでのことですよね。いや、お前が生きて戻ってきたのは全部お前自身の力だ。俺がお前にしてやれたことなんていくらもねえ。いくらもねえどころか
恨まれてもしょうがねえことしかやってねえんだ。じゃあ俺に少しでも悪いと思ってんならまた俺を子分にしてくださいよ。何一お前ソープの桃源郷で生まれたんだっけな。そうらしいです。でもすげえ話だよな。Let's finally get that Peking duck. Come on. 俺はその話がトラウマになっちまってる。え？夢を見る時があるんだ。夢ですか。ああ。40年前の大晦日。アカネがあいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。マサパがソープでそんなわけねえのによ。やめてください。恥ずかしいっす。恥ずかしいことなんてねえ。お前は地に足をつけてしっかり生きてる。生まれた場所なんて関係ねえ。ありがとうございます。会いたいか父ちゃん母ちゃんに。どうなんすかね。わかんねえっす。知らねえことがもう当たり前なんで。苦労したんだもんな。俺が言えたぎりやねえが。夢で見た話だと全く不毛だな。見送りはここまででいい。また明日な、イチ。I'll have that Peking duck someday. Someday.Oh, no.